今回のおもてなしポイントはですね、ヴィーナスフォードにありますここ狭小ビレッジでございます。今回のおもてなしスポットはお台場ヴィーナスフォートにある狭小ビレッジ。最新のラジコンや懐かしい名車のミニカー、スロットカーなど幅広い品揃えで子供から大人まで楽しめる空間になっている。やってまいりましたよ。はい、まあ、車の中でね、はい、まあ、お話しさせていただきながら、うん、車のことが好きであると、うん、まあそうですねいうことをね、はい、聞きまして、はい、まあ、今回ここだったんですけども。なるほど。車さ、はい、買わされそうになるんだってこの番組。おお、怖いですね。まだ2回しかやってないんだよ。あ、事故った。俺事故った。よし事故った、事故った。第何コーナーかもわからないコーナーの数多いぞこれ。スラック早いな。結構今僕慣れてますよ。これ慣れてる感じ。しげしげ、やばい結構慣れてる。またちょっと突っ込みすぎじゃないですか。突っ込みすぎですね。ちょっとブレーキングのポイントよく分かってないですねちょっと待ってください。スダック順調じゃないですか。これめちゃめちゃ順調ですよ僕今。ちょっとなんかドラマ作ってくださいよドラマを作りますか。ドラマ作ってください。メイクドラマしてくださいよ。わかりました、かなり飛ばしてますよ僕でも今。すごいね。なんで？よし、そんな、あれやばい、誰かあれを。こっちはこっちで。ちょっと頼む。ちょっと待ってください。あれ。女子が山を越えようとしている。よし、あ、行きます。くそ、地味だなこれ俺。よいしょ。これちょっとなんかね、コースチェンジができるらしいんだよ。あ、できないわ。これコースチェンジってさ、すごい難しくね。さあ、これで今僕はミキシンさんを待ちますよ。マジか。よし来い。あ。さて、すげえ。結構古い形の車も好きなんですね。古い形好きですね。こういうのとかも。ああ、いいじゃないですか。フェラーリ名車、原品のみたもんだって。あ、すげえ、やっぱね、うん、売れてるんですね。え、これ何？ゼノスみたいだな。違うな。へえ。あ、こういうのもあんだ。すごいな。ほんとすげえ種類あるんですね。ね、色もなんか発色いいよね。確かに超綺麗。フェラーリの250。あー、綺麗、かっこいい。ラジコンもいいよ、見てみようぜ。はい、ぜひぜひ。うわー、この辺とかね、なんか子供の頃によく走ってた。あー、いいオタもありますね。あー、これね、はい、あー、もうなんかスーパーカーブームの時のね。そう、ドンピシャでしょう。はい、そうです。これ燃えるわ。この辺は燃えるな。